時刻は7時を回りました、今日も国道330沿いパークアベニュー入り口 FM コタのスタジオから生放送でお届けします。わらびんちゃー応援ラジオ PTA パーと楽しくアイエナーのお時間でございます、今夜はですね、私北見小学校4年生の木名沙織と、はい、FM コタの池修羅めぐです。よろしくお願いします。もう7月2週目になったね。あっという間だね。もう半、ね、半分、今年半分終わって。暑いね。暑い日が続いてますが、皆さんいかがね、お過ごしでしょうかね。昨日は、はい、PTA 関連のお話ですけど、昨日はですね、北見小学校 北見は CA というんですけど、PTCA スポーツ大会が。ありまして、はい、多分各学校スポーツ大会があると思うんですけど、はいはい、それぞれね、種目が違うと思うんですが、北見小学校今年はですね、ソフトバレーボール大会。ソフトバレーボール。ソフトバレー。ちょっとポンアンってやる感じのボールさ、硬くないやつで、PTCA チーム、先生、そして。先生方も。そう。先生方も。そうか。T も入ってますもんね。で、本来ならば子どもたちはちょっと負荷で大人だけっていう話ではあったんですけど、たまたまこう部活動のこう練習試合の帰りだったりとかで、結構部活系の子たちがいたので、じゃあ野球部とバスケ部ちょっとだけさせようかって試合させたり、で府警の皆さんのチーム、6チームぐらい集まって、結構集まってますね。すごいね。ああ、こんな集まったんだ、すごいなと思って、はいはい、それでも一チーム全員一緒には出られないぐらいの人数が出てって、で、こうトーナメント、リーグやって、勝ち進んだチーム同士が今度トーナメントでって、私のチームは PTCA チームだったんですけど、ビリ決定戦っていうのがね、感じで。まあ、お疲れ様でしたという。久しぶりにこの、なんだろう、体育館で運動するっていう感じだったんで、張り切ってさ、練習でさ、ぴょんぴょん張り切ってたらさ、もう試合の前に怪我をするという。おっしゃでしょ。体育館でこう、滑った時にチュルルルってなるさ。ああ、なんか引っ張られる感じね。やったことあるかな。多分ね、皆さん一度は経験あると思うんですけど、軽いやけどみたいな、このくるぶしを。くるぶし、くるぶしってどんなしたらそんなのさ、どんなしたら、ボール拾うってから、膝まずきの状態でシューンって滑ったわけ。まさかでしょ。そこまで体張った。そう張った。しかも練習で、試合前にチーゴーゴーしてから今もジンジンしてるっていう。もう力出すとこ違うでしょ。そんな機能で、でまた先週はさ、PTA の市の PTA の宿泊研修っていうのがあって、白間さんも行ってたな。そう、白間さん、私一緒のグループで、各学校からこうみんな集まって、それぞれこの適当にグループ分けをして、でテーマを一つ言いますって言って、お子さんが宿題、子供ね、宿題させるときはどんなテクニックで、どんなことをして宿題をさせてますかっていうシンプルなお題だけど、なかなか難しいですね。それを5分3分だったかな、で一人ずつ発表して語り合ってくださいっていう、このグループごとにこう意見交換みたいのをして、みんな全然違うわけ。宿題終わってからテレビをつけるとか、テスト 何点以上だったら何々を買ってあげるとか、そんなっていう人もいれば、なるほど、もう全くやったふりしてるお子さんに巻き込まれてしまった白間さんの話とか、そういう名前言っちゃう。どんな人に宿題できるわけみたいな。1年間それがずっと続いてたらしくて、でも今ちょうどもう全然毎日宿題やってるらしいんですけど、魔の1年間があったみたいで、すごい、そういう時期があるんですかね。そう、どんなやって宿題じゃ修正させたのかとか、そういう話、お題はシンプルなんだけど、多分みんな意見もたくさんあって、とっても有意義な時間でしたね。1時間目2時間目3時間目ってそれぞれ項目が違ってて、いいですね。そう、2時間目までやったら宿泊、で翌日スマホの、高見上さんの、高見上さん、お話なんだけど、私は泊まることができなかったので、高見上さんのお話は聞けなかったんですけどね。なかなか難しいですもんね。お聞きの皆さんもぜひ、お子さん宿題させるためにはどんなテクニックを駆使してるのか教えてほしいなと思いますよ。はい、そんなね、7月の PTA 関連の私の話題でしたけどね。はい、そんな1週間でした。
メグは私はまあさほど、うんうん、暑さにも負けず過ごしてたよ、うん、っていう感じかな。そうですね、うんうん、はい、ではではでは、はい、今週はさてですね、はい、まあ、まずこの番組はどういう番組ですかっていう話ですよ、はい、この番組はですね、うん、沖縄市内の小学校中学校の児童生徒保護者の皆さん、うん、そして先生方毎週 週替わりでゲストをお招きしまして、はい、で学校の魅力だったり、うん、そして将来の夢だったり、うん、学校で楽しいことはこんなことが楽しいですとかそういう子どもたちのお話で先生方、うん、で保護者の皆さんのお話を聞きながら、はい、そのそれぞれのゲストで登場している学校を応援するという番組でございま す, そして、今週のゲストがですね阿波瀬小学校の児童会と、はい、そして後ほど大人チームなんかいつもとちょっと逆パターンな感じではあるんですけれども ね先にお子さんたちを紹介してから、うん、その後に大人のお時間という流れにそうこういったラインナップになっております。では最後までねお付き合いください。ガラビンチャー応援ラジオ PTA パーと楽しくアイエーナ、このお時間は沖縄市 PTA 連合会の提供でお送りします。ちょっと長く話してしまったごめんねそうです、阿波瀬小学校です。応援メッセージ待ってます。あ、メッセージ待ってますって言ってなかったしますの時点で、この番組はの時点で、うん、あって思ったけどいいやと、まあいいやうん、早速ですがみたいな合わせ小学校の校歌で校歌に合わせて歌ってよ、先に声出してた方が自己紹介急にやるよりは出しやすいんじゃない、腹からなーってはいなーなーなーってそうだよ、自己紹介どうぞって言ったら私の隣の蓮太郎から1番2番3番4番5番6番の順番で阿波瀬小学校6年生白石はい、時刻は7時7分を回ったところでございます。アラビンチャー応援ラジオ PTA パート楽しくアイエーナ、今夜のゲストは阿波瀬小学校の児童会、そしてその後にですね後半番組後半は大人のお時間とさせていただきます。はい、応援メッセージお待ちしてますよ。メッセージは761@fmkoza.jp 761@fmkoza.jp です。ファクシミリは098-934-8653 934-HELLOKOZAまでお願いします。またユーストリームとツイキャスにて映像と音声も配信しておりますので番組のホームページからアクセスして見ることができますのでどしどしお寄せくださいね。たくさんメッセージ届いておりますのでまた、紹介していきたいと思います。では早速ですが阿波瀬小学校の校歌をお聞きください。あ
納豆頑張りましたね。腹から声出せたかな。声出したね。微妙オンチーって言った時そんなことないさね。上手に歌いました、今夜のゲストは合わせ小学校児童会、まずは児童会の皆さん登場です。早速ですが自己紹介をお願いします。マイクに向かって。合わせ小学校6年生の白石蓮太郎です。はい、よろしくお願いします。お願いします。続いて合わせ小学校6年生の上司聡太です。上司、上司って名字珍しいね。聡太、聡太くん、よろしくお願いします。よろしくお願いします。合わせ小学校6年生のまじきなあるきです。はい、よろしくお願いします。よろしくお願いします。合わせ小学校の6年生金城葵です。よろしくお願いします。はい、よろしくお願いします。合わせ小6年あはねあいらです。よろしくお願いします。はい、あいらさん、よろしくお願いします。合わせ小学校6年生の中木あらです。よろしくお願いします。はい、よろしくお願いします。まずはこのメンバーでお届けしていきますよ。はい、メッセージがですね届いてまして、お名前読んだら誰ってわかるかな。コッコさん、コッコさんからメッセージですよ。合わせ小学校 PTA の皆様、児童会の皆さん、お疲れ様です。小学校生活最後の1年、そうだね、あっという間かもね。たくさん行事があるけれど、みんなで盛り上げていきましょうね。ソータ見てるよってよピンポイントで、ピンポイントで名前来たね。どなたか、弟の名前を使ってやってるのかな。ああ誰だろう誰だろうと、みんなでね、あの人かなあの人かなっていう感じで、はい、出てますよ。うん、ではではでは早速ですが、このまずは児童会の6名でお届けしていきたいと思います。みんな6年生で本当に小学校最後ね、うん、ワクワクドキドキだね。はい、ではでは、最近学校であった行事ってある？運動会とか終わった？終わってます。9月か。あ、うちの北見賞チャンプルサイ、一番近いのが、近いのがチャンプルサイ、うん、チャンプルサイってどんなの、どんなことやるの。野球部とか部活とかで、うん、お店みたいなの出したりとか。あ、してからミニゲーム、お祭りみたいな、うん、秋祭りとか夏祭りとか、そんな、秋祭りみたいな、そういう感じ。あ、うん、それをなんていうの、学校で、チャンプル祭、チャンプル祭。今レンタロウくんのお話によると部活でそれぞれお店出 す, 店出す。じゃあさ、レンタロウくんなんか部活やってるっぽいけれど、何部？野球部です。はい、マイクに向かって。何部？野球部です。はい、野球部は何やるか決まった？野球部は揚げパンと、うん、おかき氷と、うん、わたあめと、うん、あとバッティングマシーン出してから、は、本格的じゃない、なんかやるとか言ってました。すごくない？バッティングマシーンって、え、先生が投げるとかいやなくて、ちゃんとマシーンを持ってくるわけ。あ、練習で使うやつか、あのポンポンって出るやつ。あるんですね。あるんだ。ある絶対打てないって。あれ何キロぐらい、時速何キロぐらいなの？遅いので70くらい、うん、あ、はい、で早いので110くらいかな。あ、あんな出る、まあ、結構古いから。レンタロウくんは何キロで練習してる？あんまりマシンで練習することがないから、うん、ずっと閉まってます。閉まってます。あ、じゃあ出番待ちなんだこのマシンは出番を待っているんだね。あ、じゃあもうたくさん使ってあげてくださいね。でチャンプルフェスタ、チャンプル祭、チャンプル祭が近々、今月7月30日ですって。合わせ小学校、学校で、はい、18番発表会もあるの？チャンプル祭、チャンプル祭、なんか屋台が始まる前になんか、うん、みんなのなんか特技を発表して、で18番発表会が終わったらお店がオープンしてみんなが遊びに行くって。そんな演出があるわけね、はいはい、それも児童会がみんなでじゃあこんなしよう、あんなしようって、今年もはず、あの話し合いして、はい、すごいね、もうワクワクだね。じゃあね、はい、そんな児童会の皆さんですが一人ずつ行ってみようかな。
はい、じゃあ早速レンタロウくん、学校で頑張ってることは何ですか？なんか結構書いてくれてますね。学校で頑張っていることは、うん、挨拶運動とか、はいはいはい、挨拶運動とか、うん、運動会に向けての5、6年はエイサーしたりとか、で児童会は聞こえないよって外、はい、児童会は、おはようクリーン作戦っていう、うん、朝ゴミを持ってきて、近くに落ちているゴミとか持ってきてから、うん、置いてあるゴミ袋に入れて地域をきれいにするみたいな活動です。うん、朝からもう学校周辺のゴミを拾って掃除して、それ一番頑張ってる。なんて言うの？すごい、一番力入れてます。はい、それを力入れてるという。5、6年生そうよね、エイサーやるよね。合わせ小学校のこの演舞のこのベースっていうか、どこの青年会から教わるの？いや、もう映像を見てから、映像を見て自分たちで、自分たちで練習して、休み時間とか朝入ってる人がいるから、まあ、その人たちに、なんか去年もやったから、まあみんな慣れてるって感じ。そうそうそう、青年会のビデオを見るってこと？青年会で踊ってる様子のビデオを見る。踊ってる様子もあれば、うん、市販で売ってる DVD を買って、それを練習する。へえはい、じゃあ 5,6 年生、まあ、これから忙しいね、夏休みも始まるけどね、明けてからも忙しくなりそうね。はい、はい、ではでは続いて蒼太くん、城氏っていう名字も珍しいね。お城の城に子供の子って書くんだね。初めて見た名字ですね。で、蒼太くん、はい、ですね、じゃあ何聞こうかな。学校で楽しいことは何ですか？学校で楽しいことは、マイクに向かってお願いしますよもう休み時間遊ぶことです。何して遊んでる？何して、もう笑ってくれた、何で笑ってる？ん？え？風船？今はもうここエイサー、エイサーは遊びなの？エイサー休み時間に大太鼓とかは練習、なんかソータは休み時間何して遊ぶ？体育館とか外で遊ぶ。え、ソータは違うみたいよ。何して遊んでるの？いや、もうぼーっとぼーっとって、そうなの？ぼーっとするのが楽しい。瞑想みたいな感じ。ちょっと森林を見てみようかなみたいな感じ。窓を開けてとか、ドブドブの川、そんな感じ。そんな感じ。あ、でもそういう時間も大事よね。だからドブの川。そっか、なんかもっとアクティブに遊んでるのかなと思ったら、ほとんど遊んでないんだ。静な感じなんだね、静かのね。そうなのね。ってそうなの、実際そうなの？分かんない。クラスは別か、みんな。そっか、本読んだり。すごいね、なんかインテリチックな感じだね。喋ったり。最近流行りの将棋とかもやる？将棋ない。やらないか。やったことない。リバーシでしょ。リバーシ。リバーシって何？オセロのことかな。オセロ。オセロで当たってる？当たってる。リバーシって言わなかったわけ、私たち世代はね。ああ、今リバーシなのね。リバーシ。雨の日にしかさ、やらせてくれない。あ、なんかルールがあるんだね。ガイドライン、笑ってる笑ってる、なんか外から笑い声が。あ、そうね。変わってて。うん、マイクに。はい、お名前何々ですって言ってか。葵さん、ハルさん。近所葵です。はい。休み時間とかはクラスで変わるので、うん、アイラーが言ったように、うん、雨の日だけとか、うん、遊ぶのとか、うん、まあ、いつでも遊べるようにしてるクラスもあるし、そういう感じ。せっかく晴れてるから外で遊んでこいみたいなのもあったりするってこと？雨の日だからリバーシができるっていうこと？クラスによって違うんだ。じゃあね、それね、何組まであるの？3組までです。北見小学校も一緒です。一緒だね。はい、ちょうどいいかなっていう感じもしないでもないけど、はい、ではでは、蒼太くんは意外と静な感じで、静かな感じで休み時間過ごしてるわけね。ではでは、はるきくん、はい、はるきくんは、うん、学校で楽しいことは何ですか？休み時間です。はい、同じく。はい、休み時間何してるわけ？遊んでます。何して体育館行ったり、エイサー練習したり、うん、
トランプ、雨が降ってる時はトランプ、あ、そこはリバーシーじゃなくてトランプ、はい、そっか、さ、あ、でもう一つなんか書いてるけど、休み時間のと部活、あ、あ、部活大きい声で言ってごらん。部活です、はい、何部ですか何部ですか。サッカー部です。お、サッカー、野球、サッカー、ソーターは帰宅です。え、こんなになんかテニスっぽい感じで焼けてるのに今日おしゃれしてきてる。ああ、だからかおしゃれです、はあ、そしてはるきくんがバス、あ、サッカー部ね、サッカー部、結構みんな部活、部活みんな、あ、みんなこの児童館そうたくん以外はみんな部活動やってるってことね。もうやめた、悪い意味じゃないからね。はるきくんのサッカー部、サッカー部最近試合とかあった？あ、最近はない。練習打ち込んでる？あ、練習はしてるけどあんまり試合が、うん、あんまりない。最近は、最近はない。たまたまそういう時期なのかな、うん、ない時期っていう感じなのかな。なんとか杯とかあるさ、いろいろな。夏休みだった、なんちゃらカップ、グリーンカップとかだった、あるよね、そういうのね。グリーンカップまだ始まらない？聞いたことある。で、聞いたことあるよね。お銀とかファミマとか、あ、いっぱいあるね。いや、うん、なんか最近、うん、最近大きい大会とか試合があったのは、うん、バーモンドカップって言って、バーモンドカップ、なんかフットサル、あ、サッカー部フットサルもやるの、はい、そうなんだ。ちょっとだけルール違うんじゃない？じゃあそれにも対応しながらって感じ。そうです、どうだった成績は？成績？大きい声で。あまり良くなかったので。そっか。そっか、次は、次の目標は？次の目標は、うん、5点取ることです。あ、いいですね。頑張ってよ。頑張ります。はい、続いて葵さん。はい、マイク、マイクスタンバイで、はい、学校で頑張っていることは何ですか？学校で頑張っていることは、うん、勉強ですね。勉強ですって、皆さん何が得意？得意なのは、うん、社会と国語と、社会は面白い、英語です。英語、英語って今どんなこと習ってるの？今習ってる言葉、基本のことをやって、うん、数字と1、2、3みたいな感じで、1、2、3みたいなね、何月何日とか、あートークしたい、まあ、いろいろ。アイハブアペンとかもやるやらない、それはやらない。そういう時はあの英語の先生が、うんうん、ノリに乗ってくる、やる、やるかな、うんとかやる、それやる。最近はマイクラ、マイクラ、マイクラ、マインクラフトのこと？ゲーム。ああ、マインクラフトいいってね。マインね、この発達にいいって聞くよ。ね、パソコン版、パソコン版よ、パソコン版。あ、でもあんまり言い過ぎたらね、ほら、いろいろあるかもね。うん、そっか、英語得意。はい、英検も受けるじゃん。少し喋ってみたら。英検、あ。自己紹介英語でやってみて。おい、すごいナイスアシストだね。さすがサッカー部だね、ナイスアシスト。さすがさすが。英語で自己紹介。三二一、はい。アクション。My name is。My name is 青井金城。My hobby is。おお。なに、なに、なに。ザイルに注目。あ、いい。え？My birthday is December 6th December って何月か今カレンダー見て私12月6日、はい、上手です。ありがとうございます。英検もチャレンジしてね。続いてアイラさん。はい、アイラさん、学校で楽しいことは何ですか？休み時間遊ぶことです。流行ってる遊びある？そう、恋バナとか。恋バナ、もうキュンキュンでおばちゃん今キュンキュンしよった。恋バナ、アイラ自身好きな人いないけど、うん、実は遊んでる、乗っても相談乗る側、
あるよね、相談ばっかりするっていう子もいれば相談ばかり乗るっていう子もいるよね、うん、私も乗るタイプの子でした。一緒ですね、はい、アドバイスしたりとかしてからさ、うん、いいね、アドバイスまたね、男子と女子でまた見解も違ったりするからね、これからどんどん学びが増えるはずよはい、恋バナが最近流行ってるというアイラさんです。ではでは、キアラさん、学校で頑張っていること。エイサー練習です。うん、やっぱり 今の時期はエイサーね、熱中してるね。女子は全部踊りだけなの？太鼓も叩く？女子も全員太鼓。全員太鼓。あ、全員太鼓。太鼓、締め太鼓、パーランクの3つに分かれて。ああ、そういうスタイルなんだ。はい、はい、何担当ですか？大太鼓です。締め太鼓です。締め太鼓です。締め太鼓です。パーランクです。ああ、まなんかあれだね、まんべんなくいるんだね。はい、うん、ソータだけ何も言わんかったけど。うん、大太鼓です。さすがです。うん、キアラちゃんも大太鼓。はい、すごいね、重いでしょあれ。はい、肩が詰めそうだ、ね、大丈夫はい、ね、いっぱいご飯食べてよ、はい、細身さんね、細身さんね、もっとできないよな、がっちりパワーつけてからねはい、頑張ってくださいという、そんなメンバーですが、もうお時間が本当にたっぷり迫ってきて、将来の夢聞いていこうかな。はい、ではでは、レンタロウくんから、将来の夢は何ですか？プロ野球選手です。プロ野球選手、はい、理由は？理由は野球を1年生の時からやっていて、うん、大好きだからです。はい、好きな選手いる？好きな選手は、うん、ソフトバンクの、うん、ソフトバンクの千賀投手です。ああ、全くあれじゃない、ジャパンのメンバーにも、ね、なってたよね。はい、私も野球大好きなので気が合うかと思います。はい、じゃあ将来プロ野球選手なってよ、サイン後でちょうだいね。はい、先にもらっとこうね、なるでしょ将来プロ野球選手にね。はい、ありがとうございます。続いて颯太くん、はい、将来の夢は何ですか？料理人です。お、得意料理ある？得意料理、うん、特にありません。これからだね、これから、はい、なんででも料理人になりたいと思ったの？いや、なんかいい男になりたいってじゃあ、なんか、うん、急に客人とか来てもなんか客人なんか すごいね、6年生はもう客人とかっていう言葉使うんだね。いや、たまたま客人って爆笑してますいいですよね、この言葉のチョイスがね。聞こえてる、外に聞こえてますよ、はははははってはい、料理人になりたいというソータくんです。まずはカレーライスから頑張ってみてください。はい、では続いてハルキーくんは将来何になりたいですか？将来の夢、医者。理由、はい、お給料が高いからです。はい、正直でよろしい、正直でよろしい、お給料が高いからだそうです。大事ですよ、そういうところとっても大事ですよ、はい、モチベーション上がるからね、はい、頑張ってよ。まず何からやろう、医者になるために。いい大学に、お、行くこと、どこ行くとか決めてるもん？いや、まだか、これからね、模索しながらね、はい、体力もつけてよ、体力も大事だからね。医者にですか？面白いね、面白いね、もうこのそのままのね、感性は持っといてよ。はい、ありがとうございます。では続いて葵さん、将来の夢は何ですか？東京ディズニーリゾートで働くことです。理由がもうね、理由理由はディズニーが好きだからと、行ってる時は自分が笑顔になるから、うん、次は自分がなんか笑顔にさせてあげたいなと思って。ねえ、あっち行ったらなんでだろうね、笑顔になるよね、うん、働いてる人たちみんな生き生きしてるさ、釣られるよね、うん、そういうのってね。じゃあ今度それを送る側になるってことね、はい、うん、いいと思います。ありがとうございます、頑張ってよ。アイラさん、はい、将来の夢、保育士です。理由は、うん、もともと通っていた学童、うん、クラブのお世話になったから、なんか恩返しみたいな。ほう、じゃあ素敵な先生がいたんだね。偉いですね、うん、でそういう気持ちも忘れずに勉学にも励んでね。はい、はい、ありがとうございます。続いてキアラさん、将来の夢は何ですか？医者です。お、理由は？
人を助けたいからです。さっきとちょっと理由が違うけど同じね。もうちょっとじゃありませんちょっとじゃありませんってはい、人の命が救えるからというキアラさんですね。何かとかどういうほら何かってあるじゃない。何かとか目指してるものもある。まだです。まだこれからというキアラさんでございました。ではそのメンバーで一曲お届け。メール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 が来ているそうなので、トムさん、あ違う、いつも上、あいつもじゃない、あはい、河本一輝さん、よいよ一輝、チャンプルー祭、チャンプルー祭でソータが踊るエーサーの18番発表見たいなってリクエストに、リクエストに答えてくださいね。はい、いつかな、オッケーかな、その下、あブルーバーズさん、レンタロー緊張するな頑張れって 誰かな今検索中しといてよ。はい、メッセージ、本当に温かいメッセージたくさんツイキャスでも届いております。ではでは1曲なんですが、レンタロー、レンタロー曲紹介をお願いしますね。大きな声で。ハルキンの。ハッピーハッピーハッピー。ここに書いてあるの読んで。ハルキンの方が。あ、いいですいいです。なんでそこで遠慮する？譲り合い。別に、あのその曲知ってる人がいないので。ちょっとレンタロー。はい、大きい声で大きい声で大きい声で。マイクに近づいて。はい。24K マジックです。はい、誰の歌書いたの、書いてある、うん、ブルーノマーズ、はいはい
わらびんちゃー応援ラジオ PTA パート楽しくアイエーナー、今夜のゲストは合わせ小学校児童会そして PTA の皆さんで、この後ラストまでは大人の皆さん登場ということです。よろしくお願いします。はい、よろしくお願いします。ではでは早速ですが、私の隣から自己紹介お一方ずつどうぞ。はい、合わせ小学校 PTA 会長をしております金城俊弘と言います。よろしくお願いします。はい、よろしくお願いします。合わせ小学校 PTA 副会長をしております荒垣勤です。よろしくお願いします。はい、よろしくお願いします。はい、皆さんこんばんは。こんばんは。青瀬小学校 PTA 副会長をしてますメタボリックウェイマと言います。よろしくお願いしますメタボリックってつけるんだ。はい、皆さんこんばんみ。こんばんみ。はい、今年度ですね、青瀬小学校、顧問を作りまして、初代顧問の、前会長の具志堅隼人と言います。よろしくお願いします。はい、よろしくお願いします。この4名でお届けしていきたいと思いますが、はい、顧問っていう話がありましたけれども、具志堅さん、顧問は各学校って普通ですかね。北見では聞かないんですけど。そうですね、一応はあの、まあ、東部の方はあの、うん、まあ、あの合わせの方はあの沖縄東中学校、はい、校区に入りまして、うん、で、沖縄東中学校の方がこの顧問っていう形を作ってて、まあ、一応微等賞もありますよね。微等賞はなかったですか。だそうです一応合わせ小学校もじゃあ今回作ろうかなっていう形で、自分の会長の時ですね。はい、で、まあ、皆さんはどう思ってるか分かりませんけどやりましょうやりましょうということで大変大変作りましたすいません本当に、はい、で初代になりましたね。初代、はいはい、何やるんですかね顧問って。もう責任はないんで、もう責任はない無責任やろうなんだとか無責任あ相談役、うん、アドバイザー。そうですね、そうですね。おお、何かあればこの時も、うん、もうどうぞっていう感じで、うん、どうぞみたいな、はい、まあ一応クレーマー対応かなと思って。あお客様相談室的な感じ、はいはい、この、はい、優しい顔で、はい、優しい顔がねラジオでお届けできないという残念です、ね、ツイキャスト、はい、カメラ目線でお手を振ってくださ い, はい、そんな具志堅さんがもう初代の顧問ということで、はい、で合わせ小学校は新体制でだいぶこうメンバーが変わったということなんですけど、はい、皆さんそれぞれ前はどんな役職だったとか。私は副会長でした。あの、金城さん、はい、金城会長が前年度は副会長、はいはい、そして、荒垣さん、私は役員は初めてなんですけど、うん、はい、はい、で、はい、部会も入ってなくて、うん、今回すぐ副会長に抜擢でした。これ何か会心の一撃的な感じがするんですけど、ね、これはちょっと話せば長くなるんですけども、はい、あのかいつまんでお願いします。授業参観の後にですね、はい、その後に体育館で、はい、これなんていうのかな、集まりがあったんですね。 PTA 総会のようなもんですかね。授業参観の後に、はい、で、会長さんの具志堅さんと、はい、で副会長の上間さんがもう待ってるんですね、大会の前で。あ、待ち伏せ、待ち伏せ攻撃、はい、私は自分が来るのをもう待ってるんですね、はい、で来た時にすぐ肩叩かれて、うん、おいもう分かるだろうということ、はい、若とおらやみたいな、はいはい、でもう大先輩でははーという感じですよこれパワハラになりますかねこれもう愛情があるんで、愛情たっぷり、縦に振るしかなかったです。ああ、もうノーは言わないと。はい、そうですね、はい、やらせていただきます。はい。あ、でも、そういう企画でした。どうしてじゃあ、あの人にしようって。実はですね、これまた話せば長いんですけど、でもう一人あの同級生の、まあ、遠間淳っていうのがいまして、はい、はい、まあ、某学校の先生ですけどね。はい、はい、はい。で、その方が、具志堅さん。いい人がいるよっていうことで、もう本当に去年ぐらいからずっと言ってて、あ、じゃあじゃあじゃあもうぜひお願いしようかなということで、はい、で上間さんとずっと、うん、作戦練って、その作戦に引っかかったんですね、はい、本当に僕は一応情報が入ってきてたということなんですね。じゃあそうです、はい、いい人いるよって、はいはい、おで待ち伏せ攻撃からの現在、ええ、そうなんですね
そうなんですね、はい、どうですかこの加わってみて。楽しいです。まだはい、それが一番大事ですもんね。そうですね。待ち伏せ攻撃 PTA あるあるですけどね。そうですね、もう自分もほとんどこんな感じかなっていうのがありますけどね。でもやってみたらやっぱり楽しいので、はい、そのままも継続していくっていう流れがありますもんね。そうですね、 PTA あるあるで。そうです、はい。なんかイエスマンな感じがする。今はもう本当にあれですよ、具志堅会長にね、うん、その言葉があって、はい、楽しい雰囲気のもと、皆さんと一緒に協力して活動させていただいております。はい、はい、上間さん何か言いたげ。メタボリック、上間さんじゃなかった、メタボリック上間さん、はい、前年度はどんな役職を。前年度は専門部の部長をしてました。どの、補体、補体ですね、この感じは。補体な感じがします。そうですね、母親じゃないですよ。母親一応大きいですよ。母親じゃない、はい。まあ、専門部長してる時に隣にいる人から酒飲まされて。酒飲まされて、させられたみたいな感じですね、実際。あ、そっくり返せますか。誘導されて。そうですね、はい、まあ、具志堅さんのお願いなんで、うん、ぜひまた後を継いで、うん、小学校を盛り上げていこう、盛り上げていこうということで、近所会長中心に、はい、小学校を盛り上げたいなと思って、もうぜひもうさせてくださいということで返事をしました。はい、はい、皆さんですね、お揃いのウェアを着てらっしゃるんですけれど、ラジオなので、あの色がですね、スカイブルーな感じで、絵がイルカですか、サメ、サメじゃない、クジラ、クジラ、あ、クジラとカモメの絵が描かれてて、サイエンに売ってましたよこれ。そうなの、そうなの、え、嘘。たまたま偶然でなんかみんな4人で揃ったみたいです。 3A で揃えたみたいです。PTA って合わせ、エレメンタ、はい、メインシティって書いてあるの。エレメンタリースクール PTA、 これはこのウェアはどういうことです、これ。うん、会長、え、すみません、僕わからないです。てってれ。僕が来た時のもあったので、これも今年度の新しいものではなくて、もうずっと使い回しですね。あ、使い回し。あ、ちょっと数年前に流行りましたね、使い回し。で、そうなんですね。そうなんです。ウェアがもうずっと受け継がれてるものなんですね。そうですね。ああ、はい、後ろのデザインはどうなってるんですかね。あ、クジラ、大きいクジラのお顔から塩、頭から塩がピシッて出てて、合わせって。はい。はい。これは何年前からこのウェアがあるんですか。そうですね、これは、うん、4年3年4年ぐらいだと、ね、あ、でしたらデザインはなんか決めるときに具志堅さんいらっしゃったんじゃないですか。自分も実際はいないですね。あ、このメンバーの中にもいらっしゃらない、うん、はい、ああ、そうなんですね、うん、多分ですけど、あの淡路小学校 の、 あの20周年、あ、もう5年前、今度でもう25年になりますんで、うんうんうん、多分5年前にこういうこのデザインがあったのかなっていうのがちらっと、その何かの節目の時に作ったものがそのまま受け継がれてるっていう流れなんですね。うん、はい、だと思います、だと思います。自分だけちょっと白昼なんですけど、はい、うん、あ、メタボリック上間さんだけってことですか。、はい、もうフルネームで言わないといけないですよね。だからあの料金も高いですよ。あ、そうなんですか、はいはい、4リッターです。4リッター4L4 リッター 4L ではなく4リッター。そうです、もう楽しいメンバーですね。はい、あのこの執行部といいますか、この中には女性の方もいらっしゃるんですよね、もちろん、はい、今日はいらっしゃってないんですけれども、はい、合わせ書ならでは顧問以外にもあります、この役職の中で他の学校と違うものとかもありますか。うん、草刈り隊長がいるぐらい。え、何それ、草刈り隊長、草刈り隊長、草刈り隊長、正雄さんって名前じゃないよね。すいません、すいません、すいません、どうしよう、調子に乗っちゃって。草刈り隊長だったらもう人格変わるような感じになりますね。ああ、カーマ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 みたいな、はい、すいません、すいません、私今日どうかしてるよね。いっぱいいますよ、はい、おじさんみたいなお母さんいっぱいいますからね。あ、はい、そういうことです。草刈り隊長珍しいですね。ないです、やっぱり北見にもないです、草刈り。そうですか、はい、北見はね、環境整備部の方が
やっぱりリードしていきますけれど、はい、うん、草刈り隊長的な人はいないですね、うんうん、今からもう多分できてくると思います。作ります、ね、作りましょう、うん、はい、合わせ小学校からヒントをいただきました。はい、だから前草刈り機もそうですよ、はい、あ、草刈り隊長は前草刈り機 そ,、ね、そっか、そういうことも必要ですね。確かにメイクマンに走れと、メイクマン丸中、丸中に走れ、合わせはビッグワンですよ、合わせはビッグワン、合わせはビッグワン、あ、忙しくなります ね、 そうですね、草刈り隊長も、はい、はい、ありがとうございます。まだ時間ありますか、まだ大丈夫ですか、夢行っちゃいます、まだ大丈夫、夢行っちゃいましょう、はい、お一方ずつですね、将来の夢あるいは今年の目標、やってみたいこととか、お一方ずつ、金城会長から。じゃあ夢、夢、ですね、僕子供が4人いるんですけど、はい、子供たちが楽しく、うん、元気に、はい、まあ、成人してくれればいいなって普通に思ってます。それが僕の夢です。素晴らしい、素晴らしい、はい、シンプルながらに深みのある、ありますね、はい、うちならではの4人の子供お子さんたちの育て方、うちオリジナルとかってあります？ありますね。ああ、そうなんですね。やっぱり一姫三太郎なんで、あ、うん、で、はい、女の子はもう君のことは信じてるからねっていうような感じの育て方、うん、で長男はもう褒めたりちょっとキュッてお灸を据えたり、うん、で次男はもうずっと褒めまくってます。お、だからもう褒めれば褒めるほど、うん、で一番難しいのが3なんで、まだ一応3歳なんで、あ、うん、まあ、これから見ながらですね、うん、このタイプに合わせてちょっと調整していく感じ、あ、面白いですね、はい、一人一人違う感じで、ね、はい、いいヒントいただきました、ありがとうございます。では続いて荒垣さん、はい、副会長の荒垣さん、はい、将来の夢、将来の夢ですか、私一人娘なんですけど、あ、はい、で本当に健康でね、うん、のびのびと育っていってもらいたいなと思っております、うん、そして、はい、そういう感じでしょう、そういう感じでしょう。ご自身のっていうのはありますか、はい、ご自身のはもう今のままで、今のまま、はい、そのままで、今のままでいいと思います、変わらず、はい、変わらず穏やかに、はい、そうです、穏やかな感じですね、はい、緊張してるわけではなくていつもこういう雰囲気の穏やかな感じの、いえ、多少は緊張してますね、心臓バクバクしてます、ね、ああ、そうなんです、心臓バクバクしてるようには見えないんですけど、200オーバーしてますよもう、ああ、そうなんです、あ、そうなんですね、はい、ありがとうございます、はい、ではでは、メタボリック上間さん、はいはいはい、将来の夢は何ですか、将来の夢、なんかみんな真面目に答えてしまういいんですよ、自分スタイルでいきましょう、はい、将来の夢は定年してからパティシエになることです、うん、おすごい、うん、今でももうなんか作ったりします、いや、しません、おお、じゃあなぜパティシエ、いや、ただ今言っただけです、食べることが好きだからですかね、てれースイーツ男子、ね、スイーツ男子、食べることが好きだから、うん、まあ、子供と一緒に何か作れれば、あ、いいですね、それね、食べ物じゃなくても何でも車でも、いっぱいありますもんね、一緒に作れるものってね、なんか一緒にできる、ああ、いいですね、一番いいんじゃないですかね、そういうのから育めるものもありますしね、はい、はい、そんな上間さん、はい、はい、ありがとうございます、もういいですか、なんかもっと言いたいことあるよって感じ、大丈夫です、あ、大丈夫ですか、地べたなんで十分です、先やびやり、はい、ではでは、はい、顧問の具志堅さん、そうですね、もう本当に顧問という立場っていうのは、うん、もうほとんどもうないに等しいのかなって自分思ってます、本当はね、はい、ただ本当にさっき言ったように、もう本当にみんなが困ってる時にはちょっとなんか手を差し伸べて頑張ろうかなっていうぐらいですね、うん、まあ、一応自分の夢はそっといて、はい、一応今ちょっと子供中1なんですけど、ラグビーを始めたんですよ、わ、はいはい、うん、かりますか、ラグビーですよ、いいですね、ちょっと巻き系でラグビーで、このやっぱラグビーっていうのは知れば知るほど本当に素晴らしいスポーツなんですよ、
でもなかなかやっぱりあのテレビ放送もしないし、うんうんうん、で話題性でもないん で、うん、でその辺を子どもを通じて、もっともっとこのラグビーというのをですね、素晴らしいスポーツがあるよということを広めていきたいなと思ってます、子どもと一緒に。で自分も全然ラグビーはやったことないんですけど、あ、そうなんですか。はい、もう一応やってそうな感じはしますけど、ご足ですね、あ、ご足ラガーマンっぽいですけど、はい、っていう形で、うん、もう、まあ、自分も日々勉強しながら、うん、でこれの、まあ、頑張ってる子がいたら、うん、一人でも、ちょっと掴んでいこうかなと思ってますね、はい、それが、今の夢です。一歩ずつ前進していきますもんね、はい、そうですね、うん、情報とかも大事ですしね。そうです、私たちが子供の頃ってラグビーやってる子身近にいなかったですもんね。そうですね、いましたか、子供の頃って。もうほとんど野球、うん、ね、そうですもんね、テレビつけたら巨人戦っていう感じでしたもんね。だからもうちょっと時代も変わってね、うんうん、なんで笑ってるんですか。聡明戦よく見てたなと思って。あ、そうなんですか。ちょっとレアケースですね。NHK で大学ラグビーは好きだったんで。あ、そうなんですね。頭があれば小佐ってラグビーしたかったなっていう。小佐高校ありました、ね、はい、自分もそう思うんですね。ありました、ありました、はいはい、ありますね、あります、うん、あります。じゃあ情報も発信しながら。そうなんですよ、はい、はい、でそういった形で本当に、まあ、一応部活やってる子っていうのは本当にもう、もうみんな素晴らしいですね。うん、本当にもう、ね、いい子ばっかりですよね。輝いてます、はい、もう最高です。うん、本当。でそういった子が沖縄市多いですよ、特に合わせ小学校は。あ、特に合わせ小学校、はい、はいはい、もう可愛い子ばっかりです。確かね、あの、子供も先生も父兄も、はい、いいですね。父兄もね、はい、もう大切に育てて、はい、このラグビーの普及のためにも大きい役割ですからね。そうですね、一応個人的には、うん、はい、はい、まあ、できるか分かりませんけど。できますよ、口に出してるからもう。そうそうそう、具志堅さんだったらできます。できます、はい、頑張りますんで。はい、そんなメンバーでお届けをしてきました。大人グループは4名の、はい、皆さんにいろいろとお話を伺ってきましたが、もうお時間もエンディングに迫っているところでございます。もう曲流れてる。 あ、ではですね、曲紹介は会長。ドリームズカムトゥルーでラブラブラブ。はい、じゃあドリームズカムトゥルーでラブラブラブ。はい、ラブラブラブをお聞きいただきながらエンディングとさせていただきます。わらびんちゃー応援ラジオ PTA パーッと楽しくアイエーナ、このお時間は沖縄市 PTA 連合会の提供でお送りしました。本日のゲストは合わせ小学校児童会、そして PTA の皆さんでした。ありがとうございました。ありがとうございました。また遊びに来てください、はい、ありがとうございます、はい、